販売価格がやばすぎるプレイステーション5値上げ発表されて66,980円がめちゃ高い金額になっておりますさあどんなにお金がかかってんでしょう PS5 に関するニュースが出たって話は昨日しました大幅値上げ20%前後ですね通常モデルもデジタルエディションもコントローラーも値上がりされてます で売り切れ続出。まだ一部買えると思うんですが、もう昨日今日でもほぼほぼ店舗からも姿を消し、オンラインショップからも姿を消し。そうなってくるといつもよくあるんですが、Amazon で価格高騰。メルカリだったらもう中古品でも高くなっちゃいますね。じゃあ、売るなら一体どこが一番高いんでしょうか見ていきましょう。Amazon、 こう商品ページをクリックしていただくとこんな画面になってると思います。値段書いてないんですよ。でこのすべての出品を見るっていうクリックするとですね、結構値段書いてます。まあそれをね、Keeper っていうソフトを使って、まあその値段をちょっと時間経過とともにどれぐらい転売価格になってるかって見てみるとですね、まあもともとこれぐらいね、6万円後半ぐらいでこう売られてたものが。 急に発表してからですね。もうドーンって上がって。マックス9万円くらいまで上がってる。めっちゃ転売価格なっとるやないか。すごいですね。まあ、今ちょっと下がってきましたけど。まあ、こんなね、価格になっちゃってますね。中古品でも8万8000とかですよ。すごい高いですね。楽天市場とかで見てみると、もう7万6800。デジタルでも7万6800。 普通のやつだと8万6千円、9万7千円、7万6千円、8万4千円ということで、高く高くなっております。ビッグカメラ、予定数の販売を終了しました。予定数の販売を終了しました。販売休止中。販売休止ということで売ってませんで。メルカリの値段見てみましょう。メルカリ。これ、古い旧型のバージョンですね。でもうこれね、ほとんどね、 まあここには新品未使用って書いてますけど、まあ、ほぼほぼ中古です。ほぼほぼ中古。中古で同じ値段で売ってんですよ。中古で。ねえ。転売価格になってますねで、じゃあこれどこで売ればいいかなんですが、まあ、皆さんよくね、ゲオとかブックオフとか使うと思うんですよ。ゲオでプレステ5本体買い取りって調べるとこれ。 プレイステーション5 c f は2 0 0 0 4 8000円。だからこれゲオは4 8000円で買って多分6万後半か7万ぐらいで売るんじゃない差額の2、3万取ろうかなって多分意識だと思いますけど。で CF2000 の B の01。デジタルエディション4万円ってことでめちゃくちゃ安く買い叩かれるんですよ。皆さん知らないと。本当に。ブックオフ。 PS5 4万6千円ってことで、ゲオの4万8千円よりさらに安く売ると。やっぱそれでもね、売ってくれるんでしょうね。Nintendo Switch だってね、3万5、6千円で買ってくれるのに、2万2千円ですからね。いやー、恐ろしいですね。知らないって怖いですね。で最新の買い取り情報に関して調べてみると、これはですね、最新の買い取り価格情報、買い取りスキャナーでゲットしてます。これはですね、もう私今、 19時38分ぐらいにこれ喋ってるんですけど、その25分前、21分前、20分前、39分前、31分前、6時間前、11時間前と、最新情報をこう取得してくれて、上から高い順に並べてもらってます。ってなると、家電市場さんが最新品だともう73,500円まで買い取り価格が上昇してると。で、ルデアさんが72,600、1丁目さん72,500。まあ、差額がわか、わかりやすいですね。 なのでね、もう一気に上がってますんで、できればた高く売りたいと思いますので、皆さんね。こういういいお店に売ってあげるのがいいんじゃないかなと思います、まあ。まとめです。今日シンプルに終わりますけども、ニュースが発表されて即転売価格になります。安く売らないでください。4万円台なんてもう本当だって7万円で買ってくれんだよ。7万円で買ってくれるのにさ、4万6千とか4万8千で売って たらちょっとねおすすめは私の視聴者さんは最高に高いところで売ってくださいこれが今日のメッセージになりますまた逐一動画出していきますのでぜひ見てみてくださいそれじゃあねバイバイ